バナナボートトーイングチューブ用の柔らかマリンヘッドギアを紹介します。ポイント1つ目は落水時に外れにくい構造となっているところです。顎紐を留める部分がリングになっていて、サイズ調整ができるので自分の頭のサイズに合わせて、着用することができます。続いて顎紐が伸びないベルトになっているので、このように上下に動かしても、外れにくい構造となっています。ポイント2つ目は耐久性の向上です。ヘッドギアで一番壊れやすいと言われているのが顎紐とヘッドギアの接続部分です。接着剤で貼り付けているのではなく、本体自体にベルトを通してあるので紐が取れてしまうこともありません。また顎紐もゴムではなくベルトを使っているため、劣化して伸びたり切れたりしてしまう心配もありません。サイズは2つ、フリーサイズとキッズサイズ。青いマークがフリーサイズ、オレンジのマークがキッズサイズとなっています。柔らかマリンヘッドギアをつけてバナナボートやトーイングチューブを安全に楽しみましょう。